リミットブレイク引きます。オラが相手だ。もうこのガチャは引き毒なんで。おめえはオラ、ミドルしかこん。なんかリミテッドキャラとか出んかな。やるしかねえか。おめえはお、宇宙、宇宙じゃこ。これ熱いんじゃない。さあスパーキング、バダちゃんかい。リミテッド来ると思うけどな、これ。いや、来ないんかい。なんかもう来る気せんわ。ドラゴンボールだけど来ないやろな。なんかたくさんいる。よっ、わあ、まあポット一個やから来ないやろ。うん、青、来ない。まあいいや。はい、てことで突上げタイムいきます。オッケー。で、スパーキングマルチ1000はこいつに入れます。オッケー。どうもポンシラです。今回は冒頭でもあったように、この合体ザマスを貫突にさせたということで、こんな感じの合体戦士パーティーで遊んでいこうと思います。いや、ザマス何気に今の合体戦士パーティーにめちゃめちゃ噛み合ってると思うんですよね。まず合体タグ持ちということで、ウルゴジベジブルのウルトラアビが腐りませんし、前回アビも髪の毛上げということでゴジブルに乗るんですよね。しかもこの子の Z アビが射光を最大で 50% も上げてくれるということで、パイクーの遠距離系必殺とも噛み合ってるんですよね。しかも今回合体戦士1人につき基礎なしで射光が上がるフラグもつけてきてるんで、パイクーの必殺火力には期待ですね。それではやっていきましょう。さあ来ましたね、お相手さんは。お相手さんも合体ですね。さあよろしくお願いします。特殊機って何もしてないか、ちょっと怖いんで離れましょうか。跳ねて射撃見えたらキャラチェン打撃いっちゃいましょう。さあコンボ取れたんですが、ギニゲも強いしカバチェンも怖いな。まあ、ここで必殺打っておきましょうか。 OK。 さあ打撃キャンも振って、やばい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 、にゃめ、にゃ、にゃ、にゃ、オッケー。いや、いや、オッケー、あぶね。よし、いいぞ。さあここは出てくるんで射撃撃ちましょうか。いいぞ。いや、出てくるんか、マジか。痛えけど、あー、ゆぬげ溜まっちゃうか。まあ、しゃあないな、これは。さあ来る回避、跳ねて、オッケー。いや、今、あ、おー、まあ、いっか。え、さあ来ましたね、お相手さんは。再生ですね。さあパイクーの色がめちゃめちゃ刺さってるんで、これはやれそう。頑張りましょう。さあよろしくお願いします。離れましょう。単発跳ねて、うん、場にないよあなた。さあここはコンボもらったんで、とりあえずゴジータで殴っていきましょう。さあ特殊で必殺持ってきて、パイクーで打ちましょうか。ボン、いいぞ。さあクイックタックから跳ねて、キャラチェン打撃いっちゃうか。オッケー、強い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 。出てこない、多分出てくるんで外しましょう。オッケー、しっかりカバチェン外しも決めていきまして、止まんなくないかこれ。マジで止まんない。合体ザマスのアビ射光上げですけど、普通に打撃の Z アビもあるんで火力全然出ますね。さあ特殊あるんでカウンターしましょうか。あ、怖い、すごく怖い。おー、何をしている。さあパイクでもう一回必殺打ちましょうか。火力上がってるんでめちゃめちゃ強いよ。危ない、そかせいきましょう。オッケー、おら、あ、あー、うま。まあまあまあ、これはカバチェンできるんで全然いいよ。なんだその外しは、おしゃれやな。うん、出しちゃってるんですよね。ただ弾はないでしょう。オッケーオッケー、全然いいよ。いて、タックル回避2連回、あ、通常ね。これは交代しろ、ずらして、おお、通常ね。おお、何をしてる、さっきからこれ落ちるよ、どっちでも。強い、めちゃめちゃ火力上がってる必殺。さあびっくり見えた。おお、お相手さんワコさんと。いや、こんな感じでね、合体ザマスのアビのおかげでパイクーの必殺火力めちゃめちゃ上がってます。さあ来ましたね、お相手さんは。可愛らしい合体戦士パーティーですね。いっちゃおうか。うん、なんか入った。うん、出てきた。あ、これ必殺いこうか。ボン、いいぞ。さあクイックアタックで、やばいな、これキャラチェン打撃してこないんかい。なんやその中距離打撃キャンは。まあいっか、タックルか。おお、うまい。
おーラッキー。え、これさ、誰でも行くなこれな。あ、そっちが出てきちゃうか。まあ落としましょう。敵は取ってやる。ポチ。あー勝ちました。こんなの特殊でガンマチで勝ちです。オッケー。さあ必殺持ってきたんで、この必殺をパイクーで打ちましょうか。強っ。あー、ベジゴジブルが強すぎてパイクが変身せん一回も。あー可愛らしいって。一丁行くぜ。よろしくお願いします。タックル回避いきます。ずらしま、おーうまい。やられましたねこれはね。あ、これパイクで受けよう。もう全部食らおう、パイクで。いや、カバチェン成功しちゃうんかい、こういう時に限って。さあ打撃キャン振って、釣れんか。うまい。危なかったよ今。お相手さんうまくないか。オッケー、そっちが出てくる。これも勝ったんじゃないか。止まんなくないかこれ。止まんないぞ本当に。いや、さすがに落としませんか。ただめちゃめちゃ強い。クイックタックいって、あ、これカウンターしたら勝ちだけど、ちょっとさすがにカウンターは申し訳ないです。キャラチェン回避します。2連回避、回避見て通常しておいて、どうしようかな。お、突っ込んできた。なんかまあこれカウンターされちゃうか、しょうがない。なんか出てきちゃったよ。お、強っ。パイクめちゃめちゃ強い。やっぱりいいぞ。さあめっちゃ暴言吐いていきまして、特殊も切って、特殊じゃないメインも切って、射撃撃って、オッケー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 、外すよ。オッケーオッケー、パイク強い、パイク強い。なんか打撃も強いんだけど、今回射撃火力に寄せてきてんのに。さあたまらず出てくる必殺撃て。オッケー。硬いんだよな、そして全然効かない。これフリー属性ですよ。さあ打撃キャン振って、釣れた、釣れちゃった。あ、強い射光。さあここはカバチェン向こうの打撃で、そっちが出てきたらもちろん究極で落とそうと思ったけど、究極もいらない。メイン切っちゃってますこれ。あー特殊持ってきちゃった。あ、勝ちです。なあ、もうダメだ。なんかベジブルの顔すごいことになってるし、ちょっと変身させてくれパイクーを頼むから。さあ来ましたね、お相手さんはサイヤ人パーティーですね。さあこのパーティーなら多分パイクー変身するぞ。さあ離れましょうか。射撃撃っちゃおう。友人ムーブしますよ。 OK。 さあコンボ取れちゃいましたね。どうしようかな。ロゼは出てこない。強いぞ。やっぱゴジータも射光上がってる。普通に出てくるんで外しましょうか。 OK。 まあ必殺でいいかな。強い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 。あなたが強くてどうする。打撃は振って、単発、カウンターしようかな。うん、いて跳ねて特殊切って、やばいなこれ。どうしよう。通常 OK、 ありがとう。突っ込んでくるか、まあ、これは打撃。おお、突っ込んでこないのか、まあ、カウンターできるんで全然いいでしょう。それパイクで受けようか。さあパイクを削ってくれ、頑張れ。いいぞ、強い強い強い。ベジットブルー強い。さあおたんこなすしていきまして、打撃キャンも振って、まずい、釣られちゃったけど、メイン切りましょうか。もう突っ込もうかなこれ。オッケーオッケー。何をしているのあなたは。必殺消化しとこう。うん、まあ食らっちゃいましたけど、さあこっから変身です。パイクゴジータに変わります。それ外れてます。うん、あ、うん、もう何でもいいよ。さあこっからが本番や。タックル回避、射撃撃ってびっくりみたいな。見えんか、通常でいいや。通常で押さえておいて、ソカーズかやるな。やばい、こうなったらベジット捨てるか。もうしょうがない。ん、なんで、なんでライジングは、ライジングフォン入れてた、もしかして。タックル回避から射撃撃って、危ない危ない。面切って、回避ライジング怖い。ん、ラグい。単発、打撃キャン振って、跳ねて、何をしている。あなた場にないぞ。読まれるんかい。あ、スポーツマンシップ、スポーツマンシップじゃないの、何それ。怖いよ。打撃キャン振って、
タックル回避、射撃打って、この人さっきキャラチェン回避してたんで、うマジ友人ムーブ刺さると思ったんだけどな。あ、怖いね、怖い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 、おカウンターするよそれ。あ、勝ちました。いや勝ってはないな。ベジット耐えるかな。さ、ゴジータで必殺打ちたいのに、俺はそれだけなのに。打撃剣振って、特殊噛み合わない、跳ねましょうか。うん、打撃剣振ってタックル回避、回避見て、うん、回避発はするんか、これ勝ちたいな。よれ、よし、必殺打てるよねこれ、多分打てるはず。行きましょうか、よいしょ。フリ属性ですけど落とせるんですね、強いんですよ。射撃撃っちゃおう。あれ回避見たつもりが、まあ、カバチェンできるんで全然いいか。ラグいな、ラグラグラグ、あ全然いいよ、むしろ嬉しい。突っ込もう、入っちゃった。必殺なくなるしさ、まあいっか。あ、そうだ、ゴジータ車高曲がってるんでこっちで殴りましょうか。さ、強い、すごく強い。いや打撃しかないんだもんだって。いていていて、おーでも HP 回復めっちゃ優秀、打撃キャンに打撃合わせて入ったんで勝ちでしょう。これ多分落とせるはず、強い、え、すごくいい、いいぞ、やっぱり車高めちゃめちゃ高い。打撃キャン振って、必殺で決めたいなこれ、危ないです。通常で押さえておいて、必殺持ってこい、必殺持ってきて、必殺持ってきて、お願い、カウンターしちゃう。あ、あ必殺持ってこないか。打撃キャン振っておいて、ちょ必殺、オラに必殺分けてくれ、復活してこい。よっと、必殺持ってきた、必殺持ってきたのにもう最悪。はい、ということで、まあ、ぐちゃぐちゃだったけど車高の火力は結構見せれたんでよしとしましょう。まあ、ゴジータも全開乗っててめちゃめちゃ強かったんでね。うん、ご視聴ありがとうございました。